俺飲み物飲みで。え、俺お菓子食べたい。ジョジョ園行って。おい、やめろよ。いや、お金って正義だな。いや、これやりたい、これやりたい、これやりたい。お前じゃん。トイストーリーのやつやりたい。お前じゃん。どんなやつ取れんのかな。多分こいつしか取れない。やだやだやだ。トミーちょっと撮ってって言われたら、え、違う違う、本当にびっくりするでしょ。なんか撮ってるよ。いや、撮んないでよ、ちょっとやめてよ。トミー撮って閉まんないんだよ、この扉。ちょ、今本当に撮ってるからやめて。いや、トミー撮ってって今言ってたじゃん。え、ちょっと、撮ってんだって。撮ってるよ。あー、行こう、あっち行こうぜ、トミー。
え、行く？違う違う違う、どういうこと？空想の世界でやって。あ、ごめんごめん、遊んでんだ。無視して。あ、ごめんごめん、うん。おお、あっち行こう、あっち行こう。うわ、トミー、うん、いるわ。え、飛ぶぜ。左足と右、左足、手が揃っちゃった。はい、ありがとうございます。あと、うん、気になってるのが一個あって、はいはいはい、この間イベント出たじゃないですか。パナソニックのやつ。はい、うん。あの時さ、うん、エビアレルギーじゃん、これ。エビアレルギーですよ、君は。でさ、お弁当ありますってなったじゃん。うんうんうん。楽屋にそのお弁当が用意されてたのね。そうそう。で、僕だけ、うん、給食的なものだったんです。なんかどっかのなんか、ね、食事みたいな、どっかのなんかこう、なんだ、食堂の、みたいなことだね。ラップをしていただいてて、うん、出来たてのやつが、神田さん、甲殻アレルギーなんで、うん、特別なやつですって言われて、はい、みんなお弁当食べてます。はい、僕だけ出来たてのやつ来ました、はい。あ、おかしいなってなるじゃん。うん、で、その段階で、うん、机が異常に濡れてたわけ。なんで？異常に濡れてたの。なんで？なんかこぼれてるだろってくらい。まあ後々、うん、なんかこぼしましたって言われたんだけど、うん、それもドッキリかもしれないから分からん、うんうん、で、いや、おん？と思ってこう取ってスプーンとフォークこんなにあったの。まあね、どういうことっていう。そのお前がもう潔癖症すぎて1個食べたらもうそのスプーン使えないってやるのかなと思って。スプーン5、フォーク4みたいな。すごいな。